はい、ここにいるのがあの短鏡という、今では北海道に生息している鶴の仲間で、ここにいるのが日本コウノトリ。まあ日本で来ても、まあ、一応ロシア系統だと思いますけど、で、あ、ちょっと奥さんを引き連れば、で、こっちにいるのがクロツラヘラサギという、トキの仲間なんです。あのここで言っておきますけれど、サギの仲間いるじゃないですか。はい、でよくたまに間違えちゃうのが、よくサギっていうあの、鳥 の、 あの発音というかアクセントというか、まあ、イントネーションですよね。それをサギって言っちゃう人は要注意ですよ。あのもし鳥類学者で、サギ、あやまじ、サギっていうあの、鳥のことを、まあ、オレオレサギ の、 あの一応サギ と、同じ発音で言っている人は注意してください。それが活動家であってもです、はい、その人は本当の詐欺師です。まあブラックジョークです。はい、でよくあの日本昔話で鶴の恩返しっていうあのまあ民話、まあ、昔話がありますよね。で例えばあの鶴の、恩返しの、まあまあまあ、具体的な内容を 言うとなれば、まあ、あの一応、とあるおじいさんがあの、罠に引っかかってあの傷ついている、鶴を助けました。で それから数日後あのもうとにかくあれ確かあれおじいさんじゃねえや若者だったっけ、あちくしょう、まあいいや。 でその一応あの男性の元にすっごく、綺麗な、女性が来て、であの毎日のようになんだっけ旗織り、うん、そう羽でできたあの繊維 を、まあ、折ってそれを服にするわけです。で旗織りをするたびにみるみると痩せちゃうわけです。はい、でまあ旗を折るときにどんな音がするかというとカタカタ鳴るわけですよね。で一説によるとこれはね鶴ではなくコウノトリっていう説が強いんですよ。で鶴の恩返しって どこの地方の民話かというと確か言って鹿児島なんですよ。はい、で鹿児島には別の、バージョンがあってコウノトリの、恩返しっていうのもあるそうなんです。はい、でそれがなんか、地方で派生してできたのが鶴の恩返しっていう説が有力です。でまあもっと根拠的に言うとなればあの昔の人は鶴 と、コウノトリ同じ鳥だと思っていたんですよ。はい、だからこういう展示なのかなとは思うんですけど、僕としてはまあもうちょっと運用量を上げるなり飛ばすなりした方が自然です。できればねこの空間全部、まあ、あの使った方がいいんじゃないかって思いますよ。はい、まああの鳥インフルの時だけ閉鎖するっていう、のもありだと思います。まあ僕の場合はねもしあのまあこのコウノトリさんでも向こうの単調あと黒津田部屋先がまあ寿命が尽きてなくなったらまあもうもうあのもう新しく入れるとかじゃなくてもうね木彫りでいいんですよ。はい、でまあ先ほどライブで言いましたけれどあのなぜコスタリカはあの動物園が廃止できたか、それはあの固有種が多いからなんです。それに生態系もあのもうあの残っているからです。で日本の場合はどうか、まずあの固有種はどちらかといえば多い方だけれどコスタリカよりは少ない。でそれかつあの今固有種 と、地元の人との間で問題が起きてるんです。それは何かというとそう里山が荒れてあのもうね自分たち の、 あの縄張りと人間様の、縄張りが あの感覚が分かんなくなっているクマとか、イノシシとかシカとかが人間 の、 あの領域に入って何も分からないままちょっと、トラブルになってるんですよ。でその結果あの里山を管理する必要があるんです。里山っていうのはあの人間があの定期的にあの手入れをしたあのまあ一応あの里と山の境界線であって、まあ、簡単に言えばあの森林を、まあ、あの少しずつあの人間側の使う分だけあのちょっとだけ伐採する、まあ、間伐ですよね。はい、間伐をすることによって境界線が保たれてるんです。で僕はそれで何を言いたいかというと動物園をやたらとあのボロクスにギャーギャーピーピー叩くよりは、まあ、廃止路線はまだいいとします。で廃止路線をする上であの叩く側も動物をあの、まあ、飼育している側のお互いのメリットにならなきゃいけないんですよ。
だからこそ何ができるか。で、日本は先ほどライブで言った通り、あの国土のあのどのなんだっけ、あのに生えている樹木、もう原生林が他の国に比べて多いんですよ。だからこそ何ができるか。そう、あの先ほども言いましたよね、あの里山が荒れ放題なんです。で、里山を手入れすることによって生態系は保たれる。で、何をするか。そう、アート、そう、木彫りなんですよ。で、木彫りをすをあのこうなんだっけ、あの生きた動物の代わりとして展示をすればっていうことに、僕が一昨日その答えにたどり着いたのです。はい。で、こっからあの支持するか支持しないかは個人次第ですけれど、これからもどうかよろしくお願いします。これもまあ鶴への恩返し、コウノトリへの恩返し、さらに言えばクロツラヘラサギへの恩返し、それに地球の生き物全員への恩返しになるかなと思います。では、ちょっとカット。次はペンギン取ります。